Curiate. Prison Princess. メイガルド 大陸 アリアララと残実アド 二大国の治世により平和と繁栄が長く続いていました。幸せな時は今 終わりを迎えようとしています。封印から解き放たれた魔王によって大陸は火の海と化したのです。次々と都市が侵略されていく中で、古の勇者の血を継ぐ者が立ち上がりましたが、おお、勇者よ。 勇者は旅の途中で不運に見舞われ、命を落としてしまったのです。二大国の王都に忍び込んだ魔王の手先により、大切なお姫様たちもさらわれて、希望は失われていく。と思いきや、勇者は完全に死んではいませんでした。 勇者は魂だけの存在となっても、なお、この世にとどまり、お姫様の危機に駆けつけたのです。魔王が所有する小さいけれど立派なお城に連れ去られた二人のお姫様を無事に助けることができるのでしょうか。最後の希望は勇者の手に委ねられました。 何よ、私をこんな手かす一つで捉えておけるなんて、思い上がりもいいところよ。 ちょっと、人の話聞いてる？ いいことね。悪いゴーストじゃなさそうだけど、何者？ Thank you.
こら、何を考えてるのかわからないから、さっきみたいに喋ってよ。こうになるじゃない。え？あんたが勇者？そんなわかりやすい嘘つく？あ、もしかして私が不安そうにしてるから笑わそうとか余計な気遣いしたんじゃないでしょうね。おせっかいはやめてよね。ねえ、悪いモンスターじゃないなら手伝って。この手枷を外せば部屋の中もいろいろと調べられるし。やっぱり難しいのかしら。やっぱり勇者なんて真っ赤な嘘。ただのゴーストじゃない。どうしよう。魔法？あんた魔法が使えるのね。いいわよ。とりあえず悪いモンスターじゃないのは分かったし、魔法で私を助けてくれたら勇者説をちょっとだけ信じてあげる。さあ見せてみなさい、勇者に憧れるゴーストちゃん。カジバのバカ力から怒りマックスでぶち壊しちゃいました。なんて。でもやっと手枷が取れた。体を動かせるってなんて素敵なことなの。何よ、なんとか言いなさいよ。
せいよ。あんたが魔法で何とかしていればこんなバカ力なんて出さなくて済んだのに。ドラゴンよ、失礼ね。もういいわ、とりあえず私を助けようとしてくれたことだけは本当だったって信じてあげるわ。ただし勇者だって認められたいならこれからの活躍で私に証明してみなさい。これからのことを話しましょうか。この牢獄を脱出するのが先決だしね。牢獄を脱出した先に何が待ち構えているかはわからないけれど、ここから出られないとお話にならないわ。でもあんたは物に触れないみたいだし、指示やアドバイスをもらったら私が細かく調査して報告するわ。あんたはそれを聞いて何か分かったことがあったら私に伝えるって形でどうかしら。ちなみにここに来るまでのこと何か知ってる？私はお城にある自分の部屋にいたはずなんだけど、気づいたらここにいたのよ。お互い同じような状況だってことね。まあいいわ、くよくよしても仕方ないし。まずは隅々まで部屋を調査して脱出のヒントになりそうなものを見つけるわよ。それじゃあ調査を始めましょう。気になるところを教えてちょうだい。何かしら？ただの机ね。この薄い影、ここで寝たいとは思えないわね。マットレスも硬そうだし、下にも何もないわね。何のためのテーブルなのかしら。どれどれ、この窓がないと朝か夜かもわからないわね。今日は明るいし晴れているのかしら。私の身長じゃ窓の外は見えないわ。
何この銅像、不気味ね。これ何かしら、猫ちゃんの出入り口？ご飯なんて一度も出たことないけど、お腹すきすぎて背中とお腹がくっついちゃいそうよ。いくらなんでも狭すぎて、私の体じゃここから出るのは無理みたいよ。他の場所を探しましょう。もしも本当に勇者だって言うなら、冒険の時に使えるスキルとか魔法ってないの？闇雲に探してても何も見つけられなさそうだし。今何かした？いや、なんで勇者なのに盗っ人なのよ！もしあんたが本当に勇者なら、よく神殿も転職なんか許したわね。御所を大事に盗っ人時代の思い出の魔法を残しておいたと。けど怪しいところが見える魔法か。それで？さっきみたいに使えませんでしたってわけではなさそうね。やったじゃない！少しは見直してあげるわ。ちなみに、どこが怪しいの？
その銅像をもう一回調べてみましょう。何かしら。確かに不気味だし怪しいけれど、これをどうすればここから出られるのかしら。ずっとここに置かれていたのかしら。今何か大きい音が鳴ったわよね。この銅像に手を置いた瞬間だったかしら。一度しっかり押してみる。じゃあもう一度押すわよ。錆びてるみたいで、これ以上動かないわ。わかったわよ。この銅像に乗ればいいのね。じゃあやるわよ。よいしょっと。これでいいのね。あんたもお疲れ様。ちょっとは勇者だって
信じて開けてもいいわ。ん？何か聞こえない？勇者様、勇者様、私の声が聞こえますか？聞こえるのですね。今、指令を直接勇者様に送っています。私はアリアララのアリアと申します。勇者様の声が聞こえたので指令を送ったのです。先ほどから物音も聞こえてきますので、おそらく隣の部屋にいるのではないかと思います。どうやらまだそちらの脱出もできていないようですね。まずはジェーナ姫を助けることを優先してください。残日ワードのジェーナ姫は寂しがり屋だと聞きます。なんだかんだ言っても勇者様のことを信用しているはずです。まずはジェーナ姫を助けることに集中してあげてください。神よ、勇者様に祝福があることを。何かしら？この壁なら頑張れば壊せるかも。へい！何かしら？さっき硬いものをぶつけたら壊れそうな壁があったわよね。この椅子をぶつけたらどうかしら？あら、知らないの？残日アドでは王族魔武力を必ず身につけないといけないの。これでも剣術や武術は一通り学んでいるから安心しなさい。一般男性5人くらいなら素手でも勝てると思うわ。ねえ、私の胸見てるでしょ。こーなあった。悪かったわよ。そんなことより早く脆そうな壁を調べなさいよ。せーの。
ぱり壁の裏側に何かあるわね。早速触ってみましょう。何かしら。何かの仕掛けかしら。ランプの上に文字が書かれているけれど、崩れて読めないわね。押すしかなさそうね。押すわよ。本当に押すわよ。何が起こっても知らないからね。なんだ、心配して損しちゃったじゃない。ランプがつくだけだったのね。もしかして押していく順番とかが重要だったりする？やったわね。さて、部屋を出てどうしましょう。アリア姫も捕まっていたの？それも隣の部屋に？それ悩むこと？私は私だけが助かったところで嬉しくないわ。アリア姫が言うならあんたが勇者だってことは信じてあげる。ならなおさらアリア姫を助けるのはあんたの役目でしょ。自分だけ助かっても目覚め悪いし、ここで待っているからちゃっちゃとアリア姫を助けてきなさい。それでこそ勇者よ。アリア姫をよろしくね。
るべく早く戻ってきなさいよね。あら、勇者様、いらしてくださったのですね。